リボルバ見せてやろう大いなる我が力を。マイとのデュエルを心から楽しめる。デュエル先行は私で行かせてもらう。フィールド魔法天気の牢獄を発動。このカードがある限り自分フィールドのドッグ300アップ。そして互いのプレイヤーが召喚できるリンフィールドにいるリンクの数値が最も高いモナのみが可能。さらにこのカードは私は手札か魔法カード使う。私は手札のゲートウェイドラゴンを召喚。ゲートウェイドラゴンの効果、手札からレベル4以下の闇属性ドラゴン1体を特殊召喚できる。私が呼ぶのはジェルバレットと特殊召喚。さらに手札のドクトビジョンドラゴンの効果発動。現れよドクトビジョンドラゴン。バレットモンスターがいるとき手札からアブソルータードラゴンを特殊召喚する。道を照らす未来回路。召喚条件は闇属性ドラゴン族モンスター2体リンク召喚。現れるリンク2デンジャースドラゴン。墓地へ送られたアブソルーターの効果発動。デッキからバレットモンスターを手札に加える。この瞬間島をドロー。リンクデスアレットの効果で特殊召喚されたモンスターはフィールドから離れた時除外される。リンク召喚権限せよ。リンク4バレルガードドラゴン。私はリンクモンスター1体を墓地へ送り魔法カードリンクコインを発動。墓地に送ったモンスターのリンクマーカーの数だけデッキからカードをめくりその中から1枚を選んで手札に加え残りのカードを好きな順番でデッキの上に戻す。そして次の自分のターン、このカードを発動するために墓地に送ったモンスターを特殊召喚する。ターンエンドだ。存在しないとき手札からレッドガーゴイルを特殊召喚でき、続いてチューナーモンスターレッドリゾネーターを召喚。この瞬間レッドガーゴイルの効果発動。レッドリゾネーターのレベルを2倍にする。これはレベル4のレッドガーゴイルにレベル4となったレッドリゾネーターを注入。王者の鼓動、今ここに列をなす。天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンザドラゴン。手札からフレンマ流の壺を発動。これの場にレッドデーモンドラゴンが存在するとき、カードを2枚ドローする。カードを2枚伏せてターンエンド。私のターン、ドロー。リンクコインの効果により前のターン私が墓地に送ったモンスターが特殊召喚される。チェルバレットと特殊召喚。バレットモンスターが特殊召喚された時墓地のデリンジャラスドラゴンを特殊召喚する。蘇れデンジャラスドラゴン。逃げよハイバレーションドラゴン。ハイバレーションドラゴンが特殊召喚されたことで私は墓地からレベル4以下の闇属性ドラゴン1体を手札に加え、現れろ我が道を照らす未来回路。
守備力を500ダウンさせる。行け、アレムロードドラゴン。最終セーフティー解除。食らえ、天雷よ、ガレルトーン。トラップ発動、ブレイクチューン。相手の攻撃宣言時、手札のチューナーモンスター1体を特殊召喚して、その攻撃を無効にする。チューナーモンスターダークリゾネーターを守備表示で召喚。バレルガードドラゴンの効果発動、バレルガードで攻撃。トラップ発動、レッドクリスタル。このターン、レッドモンスターは破壊される。俺のターン。2体目のシェルバレクで手札より通常召喚。バレルロードドラゴンの効果、フィールド上にレッドデーモンズドラゴンがいる場合、手札からこのカードを特殊召喚することができる。現れろ、レッドドラ。荒ぶる魂、バーニングソウル。レベル7となったレッドデーモンドラゴンに、レベル2のドレッドドラゴンとレベル3のクリエイトリゾネーターをダブルチューニング。王者と悪魔、今ここに交わる。荒ぶる魂よ、天地創造の叫びを上げよ。シンクロ召喚、いでよスカーレットダマドラゴン。このカードの攻撃力は自分の墓地のチューナー1点に500ポイントアップする。俺の墓地にはダークリゾネーター、トラストガーディアン、レッドノバ、3体のチューナー。よって1500ポイントアップ。カードを1枚伏せてターンエンド。スバレットは戦闘、効果で破壊され、墓地へ送られたターンの終わりに自身以外のバレットモンスターをデッキから特殊召喚できる。血を照らす未来回路。召喚条件は豪華モンスター3体以上。インク召喚、権限せよ。インク4、バレルソードドラゴン。カード1枚伏せ、バレルソードで攻撃。バレルソードの効果、攻撃表示モンスター1体を守備表示にすることで2度の攻撃ができる。この効果の発動に対して相手はもうできない僕を攻撃。再びバレルソードでコンジェスタートークンを攻撃。トラップ発動、リジェクトリボーン。相手モンスターの攻撃を無効にし、バトルフェイスを終了する。そして自分フィールドのモンスターを全て破壊し、このターン攻撃を無効にした数だけ自分墓地のモンスターを特殊召喚できる。現れよ、スカーレットロバドラゴン。ターンエンド。守備力を500ダウンさせる。ターンエンド。アヌスバレットは戦闘、効果で破壊され、墓地へ送られたターンの終わりに自身以外のバレットモンスターをデッキから特殊召喚できる。私のターン、ドロー。メタルバレットを特殊召喚。さらに手札からフィールド魔法リボルブートセクター発動。手札からバレットモンスターを2体まで守備表示で特殊召喚する。サーキットコンバイン。インク召喚、現れろ、
成功したとき500のライフを払い、このカードのリンク先に墓地からレベル5以上のモンスター1体を特殊召喚する。ただしこの効果で特殊召喚したモンスターはこのターン攻撃できない。さあきっとこの前権限せよ、リンク召喚リンク4、この実球ガンブラードラゴン。一度除外することでモンスターの攻撃を封じる。どうだ、対象がいなければ怖くも無効、そして攻撃は封じた。私は手札から魔法カードリンクリカバリー発動、自分の墓地のリンクモンスター1体を特殊召喚する。バトルフェーダーを特殊召喚、相手モンスターがダイレクトアタックをしてきたときに手札から特殊召喚でき、その効果によりバトルフェーズを強制終了する。除外されたスカーレットのバトルボンはエンドフェーズに戻ってくる。俺のターン、ここで負けるわけにはいかんのだ。共に戦う仲間のためにも。ジャック、ジャック、ジャック、これはマジックカードが発動し、王者の鼓動、今ここに列をなす天地冥道の力を見るがいい。我が魂レッドデーモンズドラゴン、現れろ救世竜セイバードラゴン。この瞬間永続トラップリンクデスターレットを発動。このカードは自分のデッキからバレットモンスター2体を墓地に送り、フィールドのリンク3以上のモンスターの数だけこのカードにバレットカウンターを置く。そしてこのターン自分のリンクモンスターはバトルで破壊されない。スカーレットのバドラゴンで飛行侵入アステリスクを攻撃、バーニングストーン。バレルガードドラゴンの効果発動、バレルソードの効果、攻撃表示モンスター1体を守備表示にすることで2度の攻撃ができる。この効果の発動に対して相手はカードの効果を発動できる。私のターン。通常プレイヤーは片方のエクストラゾーンしか使うことはできない。だが2つのエクストラモンスターゾーンが相互リンクで結ばれるとき、もう一つのエクストラモンスターゾーンにもモンスターを特殊召喚できる。アブソルータードラゴンを世代にしてリンク召喚、リンクにオンバレードラゴン、エクストラリンク。オポロジックガンブラーの効果、エクストラリンク状態の時一段に一度相手の手札を全て破壊し3000のダメージを与える。この効果は無効化できない。テウス・エクス・マキナ。Thank you.
王の死沈め。トラップカード、聖なるバリアミラーフォース発動。